推薦で合格したこと自慢してくる。おお高橋、おお田中、いや俺たちもいよいよ大学受験だな。いやほんとそれな、マジで緊張するよな。おお二人とも何話してんの。おお川口、いや大学受験緊張するなって今話しててさ。ああ受験の話か。あれ川口も一般で受けるんだっけ。あ俺も推薦で受かりました。ああそうだったんだ。まあ面接とかやったけど、まあ基本推薦で受かっちゃいました。ああそうなんだ。まあそれなりに頑張ったっていうのはあるけど、まあ推薦で行っちゃいました。こいつ推薦で合格したからってめっちゃマウント取ってくるじゃん。内申の重要性語ってくるやつ。田中さ、お前大学受験の準備とかちゃんとしてる？いやしてるけどさ、もう大変だよ。そういえば田中ってさ、部活とか委員会とか入ってるっけ？ああ、いやそういうのは入ってないけど。あ、やばいな、お前マジでやばいよそれ。内申マジで響くから。ああ、そうなの。お前マジで内申大事だからね、本当に。俺それ気にして、お前今学期から俺部活とか委員会とかもうちゃんと入ってんだから。え、てかなんで知ってんの。いやなんか俺の友達から聞いたんだけど、マジで内申大事らしい。もう何も入ってないのか、お前やばいな。それはやばいよ、内申やばいよ。こいつめっちゃ内申点の重要性語ってくるじゃん。すでに一人暮らしの準備進めてる自慢。おい田中どう受験。ああ普通に一般で受けて、今はまだ結果待ち。あ、俺もうとっくに受かって、もう一人暮らしの準備進めてる。へえ、あそうなんだ。部屋のインテリアとかもめっちゃ考えてて超楽しみなんだよね。どうでもいい、お前の一人暮らし事情マジでどうでもいいから。大学決まって授業真面目に受けないやつ。ということで今言った公式を当てはめていくと、まあ括弧1のような答えになるんだけど。おいおいおやめろよ。静かにしてお前、バレるマジで。あいつら大学決まったからって授業中ふざけやがって。やべえ。くそマジでうるせえ、全然集中できねえ。先生にまでマウント取り出すやつ。オッケーかな、大丈夫そう。やべえ。おいちょっとお前ら。あはいすいません。お、先生が怒った。よし、いいぞ。他の人たちもさ、ちゃんと集中してんだからさ、うるさいよ。いやでも先生よりいい大学行ってるし。あ？今なんて言った？マジかよ。まあ、東大受かってるんで。先生、まあ、あれですよね。それよりは。おい、静かにしろ。それ以上喋るな。あいつ先生よりいい大学行ってるからってマウント取ってやがる。あ、別に何言われようと。別にいいんですけど。こいつ、勉強しすぎて頭おかしくなってる。なんて最低な人間だ。